はい。さあ、ということで、とりあえず西宮ラジオサービスエリアまでやってきましたよ。さあ、ドアップ、ドアップ。よいしょ。この時点で11時半ですからね、これはね、鳥取は無理だ。とりあえずね、飯でも食おうかと思う。というかね、飯を食うにもとりあえず ATM がないことにはね、これね、結構厳しいお財布事情でございますからね。あれ、意外と中国人の人はもう古くからありますからね。結構怪しいな、これあるのかな。食べるところとかは問題ないですけどね。 ATM でお金下ろさんことには何せ。あれさてと、ね、ご飯で食べてきましたよ。写真はね、多分ポンと載せてあります。なんかね、神戸のなんか有名なお店なのかな、監修のラーメンとかがありましたので、ね、ちょっとラーメン食べてね、とりあえずちょっと早めの、ね、お昼ご飯ということでね、食べ終わって今ね、ちょっと軽くね、土産とかも買ってですけどね、いやいや、今から土産を買いに行くのに土産買っとるんかって言いたくなるかもしれませんけどね、いや、変なの売ってましたよね。なんかね、まあ、いろいろ売ってたんですけどね、まあ、今おるの西宮なんで、まあ、神戸っちゃ神戸なんですけど、大阪土産なんか売ってて、なんこれじゃん。ご存知ですか、大阪では有名なのかな、私知らんかったんやけど、大阪プチバナナって、いや、の、しかも大阪プチバナナ、ね、書いてあるのがね、大阪プチバナナもらったって、いやいや、もらってたらあかんやろ、バナナって言ったら、バナナって言ったら、どっちかというと、あの東の大宮の方じゃないんですかと、言いたくなる気持ち。これは何、ツッコミ待ちなんやろか、なんでやねんってツッコんだ方がいいのか、いやいやいや、何言うとんの、バナナ言うたら大阪やろって、本気のあれなのか、なかなか三重県民としては、心を迷うところですが、あまりに気になったら買いました。あとね、こんなんね、大バンドってありますよね、大バンド、まあ私なんかもね、何してね、郵便局ではもう何してもう輪ゴムめちゃくちゃ使いますから、あね、ってことでね、輪ゴムなんかね、輪ゴムタイプのキャンディーらしいです。入れもまんまあれですよね、ちょうどね、大きさがね、全く200円ぐらいで、180円ぐらいで売ってるね、なんて言ったらいいな、輪ゴムのよく売っとる 箱のと同じようなサイズでですね、重さもちょうど同じぐらい、ちょっと重たいかな、こっちの方が重たそうですけどね、でね、中身はね、なんとね、これキャンディーらしいんですよ。ってことでね、うちの職場のね、職場ね、基本オーバンドでやるはずなんで、オーバンドのね、ところにね、こっそりこれ混ぜといたのかなと思ってますよ。開けたけど、ちゃんとね、真ん中のね、開けるところとかもね、全く一緒のように作ってありますので、ね、ちょっと面白かったんで買ってみました。ちょっとあんまキャンディーって買わないんですけどね。あとはね、まあ、せっかくね、もう神戸に来ておいてね、大阪バナナだけ買うのもあれなんで、一応神戸プリンも買っときましたよと。これはね、まあ、もうなんかもうこれでいいんじゃないかっていう気もしてきてるんですけど、お土産。まあ、これうち用でですね。神戸プリン常温 OK なんですね。便利ですね。さあ、どうしようかなっていうところでですね、ちょうどね、話しとる途中で大山行ってどうのこうのって言ってたじゃないですか。で、大山牛乳を、ね、ソフトは美味しかったよって言っとったらね、ここでもね、大山塗ってるんですね。これわかるかな、もう西日本ですからね、やっぱり大山の影響力出てきてるので、ね、大山高原牛乳っていうのはね、瓶のやつですけどね、売ってたので、ね、もう使っちゃいましたよ。ちょうどね、牛乳飲みたくなるぐらいの日差し、これぐらいになってくるとね、さっきソフトクリーム食ったやないかって言われるかもしれませんけど、またソフトクリームと牛乳はまた別に、また瓶の牛乳というのは美味しいものでございます。ちなみにですね、今日なんかどうも、フランス、皆さんなんかな、なんか観光の皆さんがね、見えてましてね、あちらからいろいろビリーだけさせてもらいますよ。写真だけ撮っとこうか。よし。牛乳、飲みましょう。あ、蓋あれじゃないですね。大山もグレーになってるしね。最近、あ、ていうか、あれですもんね。
確かにあの針でピッて開けるタイプのねやつもいいですけど、あのあれやったら今開けれませんもんね。そうそうそう、困りますもんね。いいや、飲みましょう。あのそう、あのあそこはね、さこれを来る途中に取ってきたガモンノの湯ってあったじゃないですか。閉まってましたけど、まだオープン前で、 あそこのね置いてある牛乳はね、これなんてあの針でブスッと刺してこいってやるね、あの昔ながらのやつだよねあの西牛乳さんってなってたかな。レモンはね完全に透明ですけど、そういえばね、今、そうあお土産物とかメモ取ったら、でも中国の団体さんは中国でされてたんですよ。まあまあ最近ではね珍しくないですけど、でもね別もう一つおった団体さんがね、どうもフランスの方みたいですかね、ドイツかなフランスかなと思ったけど、どうも話しとる感じからすると、フランス語かなっていう、うん、皆さんってね、ね、フランス語でなんかいろいろあこれ買うのどうすんのってね、話をしてましたから、フランス語全然わかりませんけどね、私今なんとなくね感じでわかるじゃないですか、うん、うん、あーねーねフランス語聞いとったらやっぱりフランス語は私にはいろんな意味でもいいですね。あのまあもちろん言語的にも難しい言語ですけども、フランス語って、うん、リエージョンしたりエディジョンしたりね、すごくいろいろと、難しいところが多いですけど、逆そうしとるフランス語ってすごく鼻から抜かそうとか思うんですよね。ボンジューみたいなね、プルコワみたいなね、うん、話したいのボンジュープルコワとか、うん、ジュテームぐらいですね。さあでね、うん、そうそうそう、なんで私みたいに常に鼻炎で鼻ぐじゅぐじゅすすとる人間には無理ですね。美味しくいただきましたけど、リタナップ瓶じゃないみたいなんで、うん、ザナブル瓶じゃないみたいっていうことやったんで洗ってまた瓶の回収出しておきましょう。よいしょ。さあ美味しくいただきました。牛乳が入ればね、これはね結構ね、私はねと仲良く案内もらってきました。船の旅もいいですよね。本当はね、船の旅はね、4月にね、ちょっとね、ちょっと目論んでたんですけどね、本当は。だって時間がある時でないと船ってなかなかね、こうゆっくりできるらしいですけど、乗れないじゃないですか。多分こういう大型船、私普段用意はせんと思いますんで、ちょっとあの小型船ね。まあ、ちょいちょい乗ったりとかね、遊覧船みたいなのとかもね、あとあれは別にちっちゃくないから、伊勢湾フェリーとかね、あんなあたり別に乗っても全然なんてことないんで、多分、によって船酔いするってことはないと思います。車酔いもめったにしませんからね、めったにというかね、人生で1回だけですね。1回だけ奈良のドリームランド行った時か。うん。あの時だけ本当に体調悪かったんでしょうね。うん。まあ、もともとちょっと熱っぽいかなっていう感じでね、ドリームランド行った、ドリームランドからの帰りのところ、そこに疲れも重なってるでしょうね。それは初めて山道で酔いましてね。うん。うん。そうそう。こんなこともありましたけど、さあ、どうしような。あ、これもちずっといとる。これは鳥取の方、どうやって抜けようかってね。これ岡山の地図なんですけどね。問題は鳥取県に一番最短できる方を探そうということですよ。津山から上登る、結構あったもんな。あれ今って奈義町ってもう津山に合併されたん？あるこっちにありますわ。奈義町ちゃんとありますね。そうですね、この道行きましたね。菩提寺とこっちで、そうですね、黒尾峠の方通って行きましたからね、あの時は。いやーでもこれは結構かかるな。うん、まずいな。鳥取自動車作業まで、何ですか、作業に出るまでがまだだいぶありますもんね。
どうしようなぁ。さあ、どうしましょうね。言うてもお昼回ったわけですからね。あんまり悠長なこと言っとれませんからね。どうしよう。どっち行った方がいいと思いますか？隣の方が先に出るみたいやで、その間にちょっと決めちゃいましょうね。でもね、やっぱ次の仕事とかやったら、やっぱこれちょっと見てね、ちょっとカエルさんだとかも考えないといけませんからね。こういうのがね、めんどくさいんですよね。うん、ドカーンと行ってバーンと行きたいですよね。で、今どこまで来とる？ヤシロ？ヤシロサービスエリア？これ、ナジオ、ナジオ。ナジオって、うわぁ、ナジオってまだこんなところか。全然まだ、赤松から先行こうと思ってもめちゃくちゃ大変やな、これ。一瞬ね、頭の中よぎったのがね、このまま敦賀若狭自動車道の方を抜けて、ぐるーっと回って、大回りで、長浜とか、彦根とかで降りて。ぐるっと回るという手もありますけど、多分これでもダメですよね。多分途中で切れますよね。あの、中日本と西日本変わったりするで。うん。ちょっと厳しいか。いやどうしような。那須まで来ちゃいましたからね。神戸ジャンクションから、いっそのこと、中入っちゃいましょうか。なんか走ってますよね。宝塚の方からね。抜けてね。で、そっちまで行ったら、あれやってるかもしれませんもんね。鳥取土産。で、鳥取土産。そうそうそう、鳥取に行くことが目的じゃないんですよ、今回は。大事なお土産を買うというのがね、大事な目的でございますから。何にしても今日えらい逆走するの、みんな危ない危ない。よし、もしくは淡路島で買いましょう。淡路島ってまたね、意外とピンとこやけど、そうや、淡路島の人はたこ焼きに玉ねぎを入れるって噂を聞いたことありますよ。ほんまなのかね。うん、ずっと行こうと思います。ちなみにね、さすがにね、土産でもね、いろいろ売ってますけどね。どうなんでしょう。まあまあまあ、よその方からすればね、それも人気あるんでしょう。というか人気の証なんでしょうけど、神戸まで来てね、赤福が売ってるとね、全然なんか旅行しに来た感がないんですよね。もうこれもう三重県民やから仕方ないんかもしれませんけど、この神戸の端まで来てでね、まさか赤福がね、こんなにね、のれんを束ねてね、堂々と売ってると思いませんでした。いや、ここのインターあれですね、出るときはちょっと注意がいりますね。坂なんですね、出入り口が。これね、結構踏み込まんと全然今スピードが上がらなかったね。わっと思ったらそこエアコンも入れたしね、ちょっと暑くなってきたんで、車の中はね、結構暑いんですよ。あれですよね、それこそ淡路に向かってこうと思ったらこのジャンクション出会わなあかんし、久しぶりに淡路大橋走りたいのって、いや走りたい気もしますしね。ちょっとやっぱし岡山津山まで行こうと思うと今からやると結構大変ですね。ちなみに ETC のエラーが出たことが1回だけあるって言ってましたよね。その ETC のエラーが1回で出た、エラーが出たのが阪神高速でしたね、そういえば。どこの乗り口やったか忘れましたけど、多分ね、西宮とかあっちの方から入った時やと思います。2号線からこう、迂回するのに入った記憶あるんで、尼崎かな、あの辺りのところでね、入った、ことがありますよね。で、山陽道の方に向かってからね、岡山、津山って、で津山もいい町なんですけどね、とか、津山行きゃあるか、いや、でも津山遠いなぁ。こっから津山って結構ありませんね。それこそ淡路島行った方が近いですもんね。
めないといけません。あと500メートルですよ。さあどうするか、どうしようか。じゃあ500メートルはあれか、インターの出口やから、これは置いといて、この先です。問題は神戸ジャンクション 1.5キロ。さああと 1.5 キロで、さあまっすぐ行って津山に行くべきなのか、そのまま鳥取バイパス行くと3時とかになる。帰り12時もある。ちょっときついな、ちょっときついな。つうか宮城県もなんか買えなくなる恐れすらあります。そうしますとやはりこれは山陽自動車道で行くのが正解でしょう。どうでしょう。さあ神戸市ですよ。神戸市で降りるっていう選択肢はないのかっていうね、ところなんですけどね。徳島って、そういえば私徳島県はね、本当に素通り、かすって素通りしかしたことないですよ。それこそその讃岐のうどん食いに行った時に、ちょろっとね、鳴門のところから徳島にちょっとだけかかるじゃないですか。あそこだけかすって、でちょっと道に迷って間違えて徳島市の手前までは行ってますけど、でまた折り返してってやってたんで、徳島自体は全く降りてないですよね。徳島からフェリーで出てましたっけ。徳島からフェリーで出てましたあるな、その手もあるな。いや意外といいんじゃねえかそれ。今フェリーの案内ももらってきたし、と徳島の間で出とんのってフェリーでしたっけ。ただの高速船か、あれただのじゃないけど、でも南海フェリーですよね。あれフェリーか。じゃあフェリーに乗ってその間休んで、で和歌山から帰ってくると、で和歌山からね、橋本のあたりから抜けてですよ、この前みたいにごぼうからね、ごぼうから白浜経由で串本回ってなんてね、言うね、そんな紀伊半島一周っていうのはね、さすがにもうやりませんけど、できませんけど、はい、これはいいんじゃないですか。淡路行きましょうよ。でそれこそあれですよ、その玉ねぎを入れるかどうかというね、確認で塗れもしに行こうじゃないですか。で淡路のお土産、淡路か徳島でですね、お土産を買うと、これでもバッチシじゃないんですか。はい、柔軟な対応ってね、そうそもそもが思いつきなんすか。だってね、よっしゃ鳥取行こうっていうのも全然、だって何も考えずに行ってますからね。えいだ走ってみたら12時回ってまだ神戸ですよ。あ、これは間に合いませんなーって言うからね、おこれはでも淡路大橋の方にも渡りに行けますよ。淡路大橋いいじゃないですかね、ことで渡るって、これはもういいじゃないですかね、臨機応変な対応ということでね。